はい、どうもメリッサです。今回はですね、スピ解放殿崎修太選手を使ってリアルタイム対戦の方やっていきたいと思います。現在 TS 第3弾で絶賛登場中の殿崎修太選手なんですが、正直ノリさんよりも TS 殿崎さんの方が欲しかったんですよ。正直ね、殿崎さんが当たったら、まあ、スピ解放してるんですけども継承しようかなと思っていました。ただね、僕の持っている2021年シリーズ2のものも、これはこれで魅力のある殿崎修太選手なんですよ。そこもね、ちょっとね、説明していきつつ、殿崎選手の魅力語っていきたいと思います。まあ結論から申し上げますと、TS のものも、この通常のものもですね、強さ、まあ使用感というものはもう大差ありません。本当に。まあ、ノリさんと岡本さんぐらい。もう本当にそんぐらい差がないんですよね。この殿崎さんは TS のものと比べて、ミートが若干低いんですよ。これがね、ネックになってくるかと思いきや、特殊能力に選球眼、回を持ってるんですよね。これはね、前のノリさんの動画でも話したんですが、もう回の方がいいんですよ。本当に。この 5% も、何百打席、何千打席だったらね、チリツモですから。しかも、選球眼はプラス5なんですけども、回はプラス7ということで、この選球眼回がね、ミートを補ってくれるんではないでしょうか。まあ兆候もね、もちろんありますので、まあ使用感というのはね、あんま変わらないですね、正直。で、この殿崎選手の魅力は守備なんですよね。TS のものより、この2021年シリ2の方が守備がいいんですよ。セカンド適正と捕球スローイング、ここの値が全然違うんですよ。 TS の殿崎選手は適正78に捕球55、スローイング59と、僕の持ってる殿崎選手と比べて全然違うんですよ。特に捕球の値が違うんで、安定感といった意味では僕の持ってる殿崎さんの方がいいんですよね。いや、捕球67でしょ、10以上違うんで安定感抜群じゃない。ちなみに僕は2020年セレクションの殿崎選手から継承したんですよね。これもバカ強いけど、確かに捕球スローイングが低いからと言った理由で、この殿崎選手に継承した覚えがありますね。ということで、前置きはこのぐらいにして、殿崎選手使ってやっていきたいと思います。でですね、同じセカンドでライバルとなってくる岩村選手、堀選手もオーダーに入れました。で、坂本選手、通常なんですけども、坂本選手もオーダーに入れております。てな感じのオーダーでやっていきたいと思いますので、ぜひとも動画を最後までよろしくお願いします。それで、試合見のやっていきたいと思います。どうぞ。さあ、1試合目のやっていきたいと思います。いや、僕ね、昔は、殿崎選手を4番で使ったりするほど、もうセカンドはね、殿崎信者だったんですよ。いや、能力めっちゃ削られた。待って、殿崎さんちょっと、特能出てよ、特能。せっかく、殿崎さんの動画なんだから。特能出たらね、ミート80、パワー85ぐらいまで行くんですけど、相手の床田さんが、最新シリーズと、最新シリーズと、最新シリーズということで、え？嘘でしょ？マジ？え？やば、殿崎修太。いや、ちょっと待って、えぐい映像撮れた。え？広角あるかと、え？裏広角？これが噂の裏広角ってやつですか？やば。いや、待って。今なら、糸出せるんちゃう？やっぱセカンドは殿崎修太よ。いや、正直ね、最近の環境は、この、岩村選手だったり、セカンド S の菊池選手だったり、あとこのね、堀選手、高橋周平選手などで、殿崎さんの影が薄くなってしまってるところではあるんですけど、セカンド1試合丸々使うとなると、殿崎選手の選択肢、もう全然ありなんじゃないかなと、今のシーンで思ったわ。うん。今の広角ついてたら、場外行ってたんちゃう。浅やかな長寿ホームランすぎ？それか、俺が上手いか、どっちか。俺が上手すぎるか、殿崎が強すぎるか。いや、でもね、正直、TS の殿崎さん、欲しかったです、はい。90連は、ノリさんのためじゃなくて、殿崎さんのために引いたと言っても、過言ではないんですよね。OK、ノリさん、ナイスバッティング。いや、ノリさんはね、正直、あんま欲しくなかったんですよ。まあ、前回の動画でも言った通り、ノリさんはそんなに欲しくなくて、殿崎さんは、僕の持ってる殿崎さんと、強さがね、ほとんど一緒なので、まあ、当たったらね、継承してあげてもいいかなと思ってました。なのでね、殿崎さん当たったよという方は、まあ、スピ解放なり、まあ、継承するなり、自由にやってもらっていいんじゃないですかね。はい。いいよ、坂本選手、ナイスバッティング。能力結構削られたけどね。いや、いいね。普段使わない選手使うの楽しいわ。皆さんならどっちの殿崎さん使います？僕はね、正直、今後もスピ解放していくと思うよ。まあ、補給大事じゃない、やっぱり。補給もセカンド適正も僕の持ってるやつの方が高いんで。
オッケー、ナイス。あと選球眼下位だしね、うん、メリッサそろそろしつけよって言われるかもしんないけど、やっぱ 5% よ。あのパチンコ打つ人はわかると思うけど、 50% と 55% 全然違うでしょ。まあでもね、スピ解放という素晴らしい技能は無課金の味方なんで、まあまあいいんじゃないですか。オッケー、落合選手ナイス。殿崎さんに回りそうだね。オッケー、ナイスバッティング坂倉選手。これで殿崎さんに回るの確定かな。ちなみに僕、殿崎選手スピ解放2回やってますからね。いや、スピ解放もタダでできるわけじゃないんで、レベル1からレベル75まで上げる作業、いや頑張りましたよ、うん、あー、殿崎選手ナイス。広角選球眼発動、パワー79の広角高弾道。あー待って、打っちゃった。あー最悪、ちょっと待ってもっと大事にいけよ。さあ2試合目のやっていきたいと思います。いや連発大チャンスだったな。まあ気を取り直してやっていきましょう。パワー85の広角高弾道、いや癖がなくてね、打ちやすいんですよこれが、うん、これが殿崎修太よ。バッティングフォームもね、相変わらずスコですね、スコ。さあ相手 A ランクの外駒選手なんで、当てたらね打球ぶっ飛ぶと思うんだよな。さあ3ボール、ビビってるんちゃう。ちょっとさすがにゾーン入れてきてよ。はい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 。わざと空振りするのをね、身につけてるんでこっち。いや待って、四股玉集中。オッケー、ナイスバッティング。広角打法、これが広角なんですよ。いいね、カーソル合わせるの遅れてもセンター前ヒット。正直ね、スタメンでは結構久しぶりに使ったんですけど、いや楽しいですね。全然打ちやすい。ちなみにまあ癖がないんで打ちづらいということは絶対ないですね。うわ待って、それ逆に嫌な配球。相手これ外コバマスターやん。めちゃくちゃ配球うまい。最近堀選手に代理セカンド浮気していて、いやてかね、今のセカンド事情って、あの菊池さん一球なんですよ。言いたいことわかります？もう菊池さんってね、もう守備で点数取れる、もう天才なんですよ彼は。そうするとセカンドはスタメン絶対菊池さんみたいな感じになって、菊池さん以外ね、セカンドのスタメンで使われる人あんまいないんですよね。さあ5番、坂本選手。坂本選手もね、継承するかどうか問題めちゃくちゃ言われてますよね。まあ個人的にはどっちでもいいかも。いや相手 A ランクだからね、大チャンスなんよ。殿崎選手能力削られなければめちゃくちゃ強いですからね。まあランキング走って殿崎さん獲得するよっていう方いっぱいいると思うんですけど、よーし、ナイスバッティング。まあ確かに殿崎選手は最新スピリットで使ってあげるのもまあ強いから、正直、うん、森さんはね元の捨てが高いんで多少スピ負けしてもいいんですけど、確かに殿崎選手は TS に継承してあげるの、まあ、全然ありですね正直。 OK、 ナイス坂倉選手。まあこの動画を見てね、殿崎さんの使用感ちょっとでもまあ伝わればいいかなと思います。殿崎さんだよ。オッケー、ナイスチャンスメイク。さあ特能全出し来るんじゃない。選球眼、あ選球眼だけか。ミート75、これでちゃんとねミート補うことできますからね。うわなんか A コバ厄介だな。オッケー、あーおぶねー、ホームラン思い出したい。オッケー、ナイスセン。オッケー、ナイスセン。さあ3-2、ここはもうゾーンでね、もう勝負してくるでしょう。よし、ナイスバッティング。ナイス、これが高弾道。パワーヒートはちょっとね打球の質がちゃうんすよ。それがまたいい、それがまたいいよ。殿崎選手3つ目の特殊能力がね、守備職人ってのが、それがちょっと残念なんですよね。守備職人内野手だとあんまり効果発揮されませんので、まあ、そこがね、なんだろう、チャンスだったり、まあ粘り打ちとかでもいいんですよ。そういう特殊だったら面白かったな、もうちょっと。まあスノーミートパワーも大事だよということもね結構言われてますからね。オッケー、ナイス堀さん。堀さん今日いいんじゃない、調子いいんじゃないか。でノリさん、ノリさんのホームランで決めちゃおう。オッケー、ナイスバッティング。さあ今日はサクサク打撃いってるんじゃないでしょうか。いや4番セカンド殿崎とかいうね、おしゃぶってプレイしていた高3の頃が懐かしいですね。ってことでラスト3試合目のやっていきたいと思います。なんか昔殿崎選手に顔似てるねって言われたことあるんですけど、まあ、全然似てないよね。さあ殿崎さんに打球飛ばねえかな。オッケー、セカンド、セカンド、あー飛べないかせめて取ってくれ殿崎選手。相手ピッチャー山岡選手か、これ去年のセレクションの山岡選手だよね。オッケー、広角発動、パワー85。いやもうこうなったらホームラン狙うよ、もう最後は。オッケー、ナックルカーブ、気持ちよく最後ホームラン打って終わりたいね。いやこの右手にバッテしてないこの感じ、この感じめちゃくちゃいいよ。くねくねしてるから可愛いですね、くねくね。
と、嫉妬か。ちょっと待って、反応で打っちゃったけど、いや、今日2本目のホームランです。いや、今日ね、2本も打つことできました。ナイスバッティング。小賢しいことしても、ホームラン打っちゃえば、まあいいんで、まあてか、嫉妬投げた相手が悪いよね。ってことでね、ちょっと7点取って、コールドして、相手の奥歯ガタガタ言わしてあげたいと思います。オッケー、堀さん？コツンと、堀さん今日、セカンドのレギュラーは俺だだも。まあでも、浅村さんとか山田選手よりかは僕絶対殿崎さん使いますね。守備もそうなんですけど、やっぱ高弾道という癖のない弾道ですので、まあ、守備をね、安定させたいという方は、殿崎選手獲得してみるの、全然ありなんじゃないかなと。まあ大ありですね、正直。そのためにランキング走ってる方もいっぱいいると思います。オッケー、ノリさん、コツン、あー。オーケー、ナイスね。大阪本選手。いや、超高やっぱ強いと思うけどな。強いけどな、普通に。うわ、ボールか。うわ、ナイスバッティング。いや、ミートボールは高いからかな。さあ、9番の代打大谷選手まで回ってきました。ここで、繋げば、トロさんに回ってくるんだけど、ホームラン打ってもダメですね。ホームランでコールド、アウトで、スリーアウト。ヒット。ヒット打ってくれ。それがフォアボールでも全然いいよ。今日の殿崎選手、打率めっちゃ高ない。5打数4安打8割やん。うわースプリット。おい、ナイスね。さあ、スリーボール。ちょっともう見逃してみてもいいな。相手の方、ボール先行であるんで、まあ、ビエラもコントロール良くないしね。いや、縦スラだ。うわー、いっちゃった。殿崎さん、強いです。ご視聴ありがとうございました。